はい、皆さん、こんにちは。本当に久しぶりです。日本語で話してる、YouTube で日本語を話してるなんてすごい久しぶりですね。どうしてかな？ちょっと自信なくなったかな？僕はみんなうまいうまいうまい上手ですねと言ってくれるけど、やっぱりね、英語は僕の母語ね、mother tongue ね、僕の本当は上手な言語はね、本当は僕は英語やっぱりね。でもちょっと待って、でもやっぱり日本語はどうしてビデオはね日本語で作るなんて、それもともとね日本語を上達したいからね。だからやっぱり恥ずかしくても頑張らない。最近ヘイトもちょっと多いですね。ヘイトは日本語で多分みんな分かってる人いると思う。もう絶対ね、あのアップルメールとか見ると他のヘイ、あのリリースハッカーとかケロケロリンとかみんなね、あのみんな他のあの外人日本語で作ってるブログ、ね、日本語で、ブログ作ってる外人、ね、がみんな多分ね、こういう人たちが会ったことあると思うけど、自分のビデオに来てすごい嫌なことを書くね。で時々僕は、なんかEメールもらって、どうすればいい、どうしたらいいですか。でもやっぱりね、自分のビデオを見るとブロックっていう言葉あるね。その嫌な人のページに行ってブロックがあるね、なんていうの、左側にねブロックユーザーっていうこと、もう全部日本語になったから、もう日本語なんていうかな、ちょっと待って、日本語で何書いてあるかな。今から見る、例えば僕のページに行くと僕の名前の下にね、僕のビクターリン・ド・ワールドのページ行くと、ここに何かあって、メッセージの送信じゃなくて、コメントの追加じゃなくて、チャンネルの共有じゃなくて、友達の共有かな、これ何、あ、これ、あ、自分のページだから、これは違う、できないかもね。違う人のページに行く。ちょっと待って。多分他の人のページに行くと、このユーザーのブロック、そうユーザーのブロックの左側ね、こういう丸、こういうあるでしょ、そこにクリックするとその人はもうね問題ないと思う。もうやっぱり一番いいことは無視ね。とにかくこれからできるだけ毎日できないよね、毎日作りたいけど、本当に上達したいんだったらこれからね、やっぱり毎日ブログ作って、そうね、最近やっぱり日本語を上達しないといけないなと思って、で今日は久しぶりにテレビ見た、ニュース見ました。あともう一つのニュースあったね、結婚しました。そうです、ちょっと恥ずかしいね。英語ではっきり I got married と言うけど、日本語でなぜかな、規制格好本当に変わるから、結婚しました、そう恥ずかしい、そう指輪、そうで、ハワイにいて、ハワイでね、僕は一番好きなあの俳優じゃなくてね、歌手はブルース・スプリングスティーンで、この本買ったね、すごいね、すごいね、これこの歌手のについた本、ブルース・スプリングスティーン大好きで、いくらと思う、見て、3ドルは何、360円ぐらいですね、安い。でアメリカで、ね、すごいセールがあって、すっごい、これもっともっとね、この本はもっといくらだったっけ、もともと高かったと思うけど、書いてないな。あ、25ドルだったけど、結局、3ドルだ。すごい。
どうして日本でこういうセールないね。それはおかしい。なんか日本でタバコすっごい安いけど、アメリカで今5ドルとか、ね、なんか、うん、日本は高い、やっぱりね。こういう安いことあっても、もうみんなこういうなんかなかなか売れないことはすごい 安くしてくれるとみんな買うと思うんじゃない？どうしてそんな高いよね。まあ、とにかく、今日はちょっとつまいブログだけど、また始めようねと思って、うん、ごめんね、つまらなくて。あ、そうそうそう、マックスです。こんにちは、マックスです。は僕の、あ、僕はハワイで泊まってたね、ホテルのすぐ近くに働いてたみたいで、残念会えなくて。いつかね、日本では他のビデオ作ってる人会ったことないよね。いつか誰か、会おうね、いつかね。なんか今、あ、もうすぐね、7月の7日ですね、777777の日にみんなニューヨークで会うみたいで、ちょっと YouTube パーティーね。で、日本でそういうことないね。そういうことをね、いつかやりたいなと思って。まあ、誰かいい考え、いいアイディアあったら教えてください。それでは、久しぶりで長くてつまらなくてすみません。すみません。訛りも許してください。この外人の訛り、誰かがちょっと文句を言ってみた。その人の文句。バイバイ。